はい、どうも、ジグナです。今日も MTG アリーナやっていきましょう。よっこらせ。あ、よいしょ。はい、今日はミッドウィークのね、このイニストラードシールドやっていこうと思います。イニストラード大陰りマスター4つと、ダブルフューチャー3パック。ここはなんか6パックしか見えてないけど、ちゃんとこれ英語表記にしても3パックだったんで、まあ7パックもらえる。もらえるんじゃね、開けれるの。ファントムなんで、カードはもらえない。が、7パック分でいけるよね。いけると信じて。お。あれだね、わかんない。あの、白黒のやつ、白黒じゃないんでね、さすがに。珍すぎるということで。不屈の追跡者、強いぜ。まあ、全体、プール全体見て。ちょっと待ってよ。今、レアカードだけ今見とく。いや、ちょっと待って、今見して。6マナの総サリーで、マナ総量がお互いに異なる望む枚数のカードを手札に戻す。ほうほう。いろいろ回収できる。草薙ならし君、221俊足で、スピリットみんな俊足になって、場に出た時対象1体が呪怨、呪怨で。まあ、221、マナ飛行なんで、最低限。で、不屈の追跡者、土地が全部手がかりになるんで、めっちゃ強い。この人もでかくなる。戦慄宴の悪魔、7マナ66、終了ステップにデーモンでないクリーチャーを1体剣に捧げる。そうしたら、この人のコピー、まあこれもエンドカードです。出たら一瞬で終わる。一瞬で終わるレベルのスーパーデーモン。掘り起こし。普通に唱えると1マナ。で、1マナで基本土地探すカードだけど、4マナで唱えると何でも拾える。何でもサーチできる。まあ悪くない。序盤、中盤、終盤、隙がない。これは、運命の改変。4マナ総サリー手札を捨てる。捨てたカード1枚につき1枚引く。まあ、手札入れ替えっぽいけど、場合によってはもっと引ける可能性もある。いや、手札、全部入れ替えなのか。いらないのだけじゃなくて全部なんだね。大変だね。総サリーじゃなかったな。ウルリッチ。444で、5マナ44。戦場に出るか、表面に変身するたびに、対象のクリーチャープラ44。で、このクリーチャーが、裏面が、変身するたびに、あなたがコントロールしていない、お、んーと、あなたがコントロールしていない、狼のところでないクリーチャー一体、このクリーチャーすると、相手の狼、まあ相手の自分のとも格闘できる。狼男じゃないやつと格闘を行う。66。これはまあ、あとは普通の狼男だね。昔のなんでいきなり裏で出ることはない。俺は集合した遠幕。6マナ55。クリーチャー一体、集合した盗賊がクリーチャーを一体ブロックするか、クリーチャーが一体集合した盗賊をブロックした状態になるたび、まあブロックするかされた状態になるたびに、そのクリーチャーに3点と、そのクリーチャーのコントローラーに3点、まあ強い。戦闘が絡むと、まあ、タフネス3以下一方的に倒せて、で、プレイヤーにも3点入る。これは強い。グール呼びの収穫。フランを持つ黒の22のゾンビクリーチャートークン X は墓地にある、あなたの墓地にあるクリーチャーカードの枚数の端数を切り上げた半分。3枚あったら2体出るってことだね。なかなか悪くない。悪くないのか。悪くないと思って。フラッシュバックついてるしね。2回いける。で、みんな大好き。完全の反復。スペルコピーできるぜ。はい。移植された字が、なんか顔がはっつけてある。追加コストでクリーチャー1体懸念して、エンチャントしているクリーチャーをコントロールする。エンチャントしているクリーチャープラス1修正。まあコントロールダッシュだけど追加コストが欲しい点がちょっと注意で。まあ、ゾンビトークンとかさくったら後腐れないよって、そんな、それぐらいな感じ。待ってよ。今の見た感じでは赤みどが良いのじゃない、良いんじゃないのって感じの。まあこの辺も悪くない。これがやばい。一番やばいのはクロレア。おいおい。で、無色のカード。こういう時はね、マナサポナンスは。マナサポナンスは、である。ない。マナサポらしき物体。テラリオン。テラリオン。アオン。テラリオンしかない。普通に強い、これは。1マナで出して3タップ生贄で3点。狼男だったら、問答無用で破壊。問答無用ではない。装備しているクリーチャープラス1修正。装備しているクリーチャーが変身したら、この装備品も変身する。まあ、狼のとこだけなら結構いける。
1マナで、装備していると吸血鬼やゾンビにはブロックされない。装備しているクリーチャーをタップして、クリーチャー自体をタップしてこの装備品を生贄にすると1つの対象に2点ダメージ。まあ一応ショック相当ではある。プラスパワープラス1と警戒。装備しているクリーチャーが死んだら、それが人間だったらスピリットトゥークンが出る。なんとも言えないか。赤緑とマナサポ、緑だったらマナサポが、お、なんかランドがある。協調の廃墟、協調の、これ無色扱い。お、でも赤黒ならワンチャンいける悪魔。この悪魔のためだけにタッチした今である。これはタフネス、みんなタフネス分ダメージ、パワーの代わりにタフネスで戦闘するようになる。これは嵐のスクリーリクス、5マナ24。スペルがインスタントソーサリーが1安くなって、唱えるたびに短周領事までパワープラスに。青赤なら悪くなさそう。これはなんだっけ、5マナで、このオーラ戦場に出たら狼が一体ついてきて、これは22。なんとも言えない、なんとも言えない。これは545警戒。狼男は結構雑に強いんだよ。これはこれも強い。戦場に出るか攻撃するたび11の虫がついてくる。変身してるとトークンが2体、強い、ね、これはノコギリ刃の投げて4マナ43。俺が戦場に出た時、以下から一つを選ぶ。対戦相手がコントロールしているアーティファクト一つを破壊。ゾンビ一体と格闘、ゾンビと格闘かアーティファクト破壊。強いのかな。とりあえず、まあ、4743、これは。あなたのターンの戦闘の開始に、コントロールクリーチャー、それの上にプラス1カウンターを1個置く。その後、そのクリーチャーのタフネスが6以上なら変身させる。みんな警戒持ちになる。まあ、プライチが乗ってくのは強い。戦闘の開始時、戦闘の開始時だった今の。腹痛の運びは違う。過ぎ去った季節違う。90輪体。戦闘の開始時なんで、まあ、置いたターンからカウンターが乗ってくからいい。これは。4マナ33。1体以上のクリーチャーにダメージを与えるたび、調査を行う。多いね。クリーチャーにダメージで調査なんだ。はい。で、終了ステップの開始時に、3つ以上の手がかりを生贄に捧げていた場合、手札にあるクリーチャーカード1枚を戦場に出してもよい。もうなんかすごいことが書いてある。これは好きな色と一色のマナに1点が出る。いいね。自然の方よ。3マナ。クリーチャーかと地。クリーチャーである限り、それはプラス2修正。エンちゃん、土地ではそれは好きな色一色のマナに1点。マナ加速。マナ加速かつ色マナサポートで。こいつが出やすくなる。いい。ホエムレの復活、3マナエンチャント瞬足、狼男であり、あなたがコントロールしている全てのクリーチャープラス1の修正を受け、トランプルを持つ。まあ、狼男デッキになるんなら、結構いいよ。323で、パーマネントサークルたびにプラス1、ちょっと赤身の向けじゃね。お、いいね。狂気の人神、一方格闘だね。パワーに等しいダメージで、これはまあ、入るでしょう。トランプル、2マナ21。で、普通に呪文なくない、普通の変身条件で変身して42トランプルに。小村の隊長が攻撃かブロックするたび、短所用事まで、他の人間はプライチ、まあ2マナ22で悪くない一瞬。これは、切削して、墓地にありクリーチャーとしてあるカード1枚を、フライ戻す。その名を家みたいな感じ。狙いは高く、アンタップし、対象のクリーチャーをアンタップして、プラ22の警戒、ブロックにも攻撃にも使える。ナイスバッテリー。これはプラニーに巨大な力。これも悪くないんだよ、ね。プラニーにトランプルで。これ入るんなら、まあこっちはいいかなって感じになる。6マナ64。死んだ時、対象1つに3点ダメージ。強いんじゃないの？これは5マナ54トランプル。ライフを失っていたなら、プラス1が出る。乗って出る。結構強い。5マナ54トランプルで。結構いい。こいつは防衛26。まあ、これも強い。狼男は大体何でも強い。酒場の圧巻。4マナ25、6号100になる。まあ、狼男は何でも強い。4マナ22、手札入れ替え。まあ、そんなにデッキに合ってなさそう。マッドネス。これはそんなでもない。これは、ボルダーレンの伏兵。3マナ22。レンジャーに出ただけ、このターンに対戦相手がライフを失っていた場合、クリーチャーやプレインズウォーカーである最大1体を対象とする。これはそれに X 点のダメージ。X は吸血鬼の数に等しい。ちょっとなんとも言えない。ダメージ入ってないと、ダメージ飛ばないってなると、ちょっとになっちゃう。吸血鬼がいたら、コストが2マナになって、クリーチャー1体に1点ダメージ、そのコントローラーに1点ダメージ、カード1枚引く。まあ、吸血鬼デッキ向けだね。月の、
夜であるならコストが1マナになる。まあ稲妻、稲妻っぽいやつ。3マナ3点でもまあ、いたずら3マナ。1つそれに悪魔、いたずらはそれに1点のダメージを与え、3マナで1点与えて11が出る。ちょっとなんとも言えないライン。3マナ33。神ではブロッカーにはならない。他に、これでない狼や狼男をコントロールしていない限り。まあ、表向きでもこいつら、どいつだ。ちょうどいいのがいない。ちょうどいいのがいない。いない。どれだ。その、ちょうどいいのがいない。これまあ、表側も普通に狼男なんで、まあ、ブロックできなくて困るってことはまずないっしょ。はい、入れる。3マナ23、100、硫黄の番人。戦場に出るんないし、昼でも夜でもないなら昼になる。昼が夜、昼、まあ、昼夜入れ替わるたびに対戦相手に1点。なるほどね。苦しめる声。苦しめる声はシンプルに苦しめる声。ここ2マナ3点。いいね。2マナ3点で、1つをエニーターゲットで、しかも追放除去。いいね。これは速攻2マナ1、2速攻で、2マナ払うと、短周4時までパワープラス2。なんとも言えないね。これは、アドレナリン作用。単終了時まで、それはプラ21とトランプル。うん、1マナでプラ2にあったら別にいいかなってなっちゃう。これは、1マナ11、剥れて手札入れ替え。はい。これは、竜電砲撃。X は、墓地にある竜電砲撃という名前のカードの枚数に。これいいね、3枚取れてるんなら、どんどん火力上がっていく。これは赤緑も決定っぽいな。他の3色はそんなバチクソに強いわけじゃない。デーモンだけなんか無理してタッチしたいぐらいで。そんなに強くなさそう。そんなべらぼうに強いカードもなんか見た目にないね。223。そうだ。そんなになさそう。そんなに、そもそも枚数が。ちょっとま、ちょっとトイレ行ってきます。
帰ってきました。よっこらせ。よっこらせのせで、カードが36枚ある。36枚あるのじゃ。よっこらせ。これで、なんだっけ、クリーチャーと土地以外にまず分ける。クリーチャーと土地以外。クリーチャーか、クリーチャーでないか。よいしょ。ほい。スリーブはちょっと、じゃあスリーブじゃない、これ。クリーチャーが16枚で、クリーチャーでないが20。これが、色が合ってない。どうしよっかな。狼のとこどんぐらい？違うやつが何枚いるか数えた方が早い。違うのが2枚。3枚。これ紛らわしいな。これ実質クリーチャーちゃうやろ、これ。ちゃうやろ、これ。3枚。結構狼のところ、5枚、4枚、意外とおる。意外とおる。5枚。こいつ重いかな。これちょっと、664で、死んだら3点だからなんとも言えない。これがないより。こいつはまあ、ちょっと待ってよ。そうするとこれが微妙。微妙なライン。微妙なライン。マナ、ちょっと待って。マナサーポ、マナサーポ、状況、状況、状況、バッドリー、マナサーポ。あ、これもあるのか。そうか。これもあるってなると結構黒濃いめでもいけるかもしれない。マナサーポ。テラリオンは別にいらなさげな、いらなさげな感じもしなくね。これ状況。君状況。状況。装備品。これは結構変身しうるんじゃないの。よいしょ。ああ、ミュート間に合わなかった。ちょうどミュートボタンがマイクで隠れて見えない。一旦目のアクションしよっかな。マナカーブよりはマナ、待ってよ、マナサーポ、マナサーポ、一周回ってマナサーポ。これも装備品だからこんな感じしよっかな。これがあるね。結構この1マナの、こいつがあるなら、この辺は普通にいらない可能性がある。そんなに、1、2、3、4、5、6、7枚。こんだけあったら十分しちゃったぐらいある。じゃあ別にこれもいらない。テラリオンはどう？掘り起こしもあるし、緑に寄ってれば基本困んなそうではある。過ぎ去った季節。ラリオンいらない。こうすると何枚、まだ15枚ある。15枚、そんなにある。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,2,3,4,5,16,17,16。これが一応クリーチャーじゃない扱いではあるのか。うーん、でもこれは重いからいい。どうしよっかな。クリーチャーじゃないカードめっちゃある。めっちゃある。マナサーポ、こいつを出したい。こいつさすがに出たら強い。7マナだが、7マナだが、こっちがそこまでやんない。どうしよっかな。それかこの辺、この辺全部やめちゃって、すっきり2色にすると、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。それでも11枚ある。結構多めになっちゃう。どうすっかな。軽いクリーチャーがあんまりないから、この辺は、抜きたくないぞ、くん。これがそんなに、これがそんなにっぽい。4733。これがそんなにっぽい。基本的に重い方は結構強めなんだよ。ってなると、まあこの辺は残したい。結局この辺は残したいって話になる。これもまあ、置けたら強い。置けたら強い系のカード。よいしょ。どうすっかな。先生を持つ。プラ33先生。これも結構いけそうな感じはするけど。変身したら強い。掘り起こし。これだったらタッチ黒やめてもいい。14、14、28。どうすっかな。14、14だから結構クリーチャーじゃない方を、まあまあ削る必要がある。まあ、軽く行きたいか重く行きたいから、ね、こんだけ除去だったらバッテリーラン、バッテリーランって話ではある。序盤は火力で耐えて、終盤重いので勝負。そういう感じになる。
しよっかな。装備品もちょっと使ってみたさ。あれが別に狼男何枚、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、そんなに変身しない可能性ある。やめるか。これで、25枚、あと2枚ぐらい、あと2枚ぐらい、クリーチャーじゃない方から抜きたいが。これやめる ?1、2、3、4、5。まあ、結局大きいクリーチャーにそんな触れないっていう問題は、さほど解決してない。うん、どうしよっかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。クリーチャー14枚だから、あんまり削りたくないよ。あんまり削りたくないよ。どうしよっかな。これが序盤打たない。3マナ、3マナ。1マナ、1マナ、3マナ。これ2マナ。落ちてみると、マナカーブ的にはまあそんなに、そんなにそんなに。どうしよっかな。これ2枚ともやめちゃう。いい状況。まあでも、狼男こんだけいるの変身したとき。強そうではある。強そうではある。そうするとさ、エニーターゲットなんだよな、これも。エニーターゲットだから顔にも当たるしってな。追放だし。それかこっちやめて。いや、でもこれもな、3点。3点あったら大体なんだよな。どうしようかな。まあ、試しにこれやめていってみっか。これいってみっか。はい。シュッ。シュッ。シュッ。まあ、2枚くらいいける。大影インストラード ISD 待ってこれじゃ出ないこれじゃ出ない未所持も出るいや未所持出ないインストラなんだっけインストラード大影インストラード大影の3文字略称教えてくださいどちらかイニストラードをおうかげイニストラードをおうかげ結構昔だなちょっと待ってイニストラードをおうかげおうかげ3文字略称は SOI はい出ない出ないんだな、これが。インストリマスターって。3文字略称ある。インストラード大影。ちょっと待って。リマスター。リマストゥ。3文字略称ある君。わかんない。わかんないぜ。公式のカードベース。カードデータベース。リマスター。わかる ?SIR、SIR。お、出た。ナイス。ナイス。よしよ。何がいいかな。まあ、大影って言ったら、この、ねじれた置物、ねじれた手がかりくんが象徴的だよね。何枚どっちの方が濃い？緑、ほぼ半々。ほぼ半々で、どうしよっかな。あれか、掘り起こしもあるから、そんなに2枚で、2枚はいいか。そうすると、8枚、7、8枚になる。1枚赤、1枚赤黒で、こんぐらい、これでやってみるか。ほい。やったるぜ。どこだ？どの画面だ？この画面だ。ほい。いくぜ。相手がすぐに来る。はい。対戦よろしく。行くぜ。3ターン目に3色。どうしようかな。山か森か。どっちの方がいい？どっちの方が良かい？良かと。森にするか適当に。かなり適当に。どっちがダブシンいた？ダブシンあったっけ？全然覚えてない。はい。一旦目からクリーチャー。あれ、役？
微妙なラインだな。微妙なラインなんで、とりあえずこう。あ、惜しいよ。何も引かん。何も引かんが相手もマニターメ展開なかったんで、いいでしょう。はい。ここでなんか出てこない。セーフ。プラス1カウンターが置かれてるクリーチャー一体、ターン終了時まで反コント破壊の。なかなかいいカードだ。オリバクの全員。相手は3マナ。ダスクモン。こだわりは特にない派。アタックしてくる。おい。これはどうしようかな。俺だったら、適当に。はい、どうぞ。バウンス的なサムシング。右行だぜ。硬いぜ。まあ、どっかでマナフラしたら変身するから、適当に出していけばいい。4号警戒。大きい。表情の血の灰、はい、何なんだって。防衛を持つ。すべての戦闘ダメージは3マナ。周回で3マナで、追放する。ほい。まあ、じゃあ、素直に大きい人で。何、カウンターこれ。カウンターない。行こう。36警戒。どう？これはなんか、戦場に出た時の、はい、はい。これね。以下から一つ以上選ぶ。まじ、こいち、言うて一個一、どうしよっかな。まあ、まだ全然出していくから。全然出していくはいいが。防衛&防衛。防衛。赤が一つしかない。赤が一つしかないから赤い方から行った方が賢いという話。はい。2、3。これ結構焼いてもいいより。焼いてもこれ変身しちゃうもん。変身しちゃった方が次から殴っていける。まあ一応インスタント1枚あるし。5です。はい。変身。こっちは動けないが。こっちは66だぜ。66可能ならアタックする。あれめんどくさい。あれめんどくさいんで焼いてもいい。はい。ダムラー。よいしょ。えい。はい。はい。ここはなんかスルーされそう。はい、スルーされた。この状態を維持したいから、とりあえずここにポイ。なんじゃい。守れんぞ。プラス1カウンターがないと対象に取れんからな。守られへんで。シガルダ教の僧侶。前はアバシン教の僧侶。同じようなやつがいたが。アバシンさんがあんなぐおかしくなって、シガルダ教に。アーバシンにより信仰を打ち砕かれた者の多くは、人々への慈悲を残す唯一の天使のもとに集った。まあ、シガルダさんだけが人間の味方。はい。とりあえず殴る。とりあえず殴っちゃおう。えい。なんもない。なんかある。なんかありそう。はい。なんもない。これはクリーチャーを追加した方が強そうだ。これ使わん。何も起こらんちんだ。短終了。はい。31くん、どうぞ。ポッ。あ、起動する？あ、全然いいです。まあ、どの道剥がせなかったんで。いずれはこうなる。何が起こんねん。はい。家の封印そっちでいいね。そっちでええんか、君。それで。6対6なら、まあこっちの方が勝ってるんで、はい。あ、もらう。とりあえず殴る。えい。なんかありそう。
絵札に戻す。絵札に戻す。はい。わかりました。これもういきなり売られてる。いきなり夜だからね。一旦終了。おい、ランド。これだと殴っちゃこれない相手。おい。はい。はい。はい。6点通すとね、このゲーム終わってるんですね。青鬼3点強い。直接火力はこういうのが強い。はい。対戦、ありがとうございました。よいしょ。サイズで圧倒。狼男はサイズでかくていい。こういうゲームになりやすい。なんだ、受け取る。はい。持っているカードだった。持ってないカードをくれ。持ってない。こっちはどう？白見ろ。15体死亡。黒見ろ。この辺適当に。えい。お、750。いいね。はい。ちょっと、この、ご褒美が増えた。対戦よろしく。これだったら赤花持ってくりゃいい。動きがいい。動きがいいのか。果たして。まあ、書店にあったんならもう、どっちだね、これは。え、いい地。おい。掘り起こし。掘り起こせ、山。山が掘れたよ。すごい。掘ったら山が出てくる。どんな状況？白空路。おう。11二段攻撃。二段攻撃。二段攻撃か。ちょっとめんどくさい。ちょっとめんどくさそうなんで。結構追放したいよりね、高齢もついてるし。エンチャントしてると二段攻撃持ちになる。はい。なんかすごいの出てきちゃった。すごいの出てきちゃったよ、この人。はい。はい。貧弱なクリーチャーで対処する。対処できてない。対処できてないんだ、これで。漂白。まあ、よかろう。よくねえが。よくねえけど。漂白。漂白。はい、さらに。こっちしかないんだわ、しの手札。どないすんね。はい、首なし騎士。強くない君。デッキ強くない。もうレアカード2枚見えてるけど。はい、ブロックしない。早く殺せ。早く殺せ。はい。一応侵入者は見た目ブロックさせてくださいの構え。はい。強すぎませんお兄さん。アップキープに飛行防衛警戒、防衛と警戒を持っている意味。待ってよ、開始時にゾンビと格闘したら死んじゃうんだが、格闘だよ、ね、君。格闘なんだよな。で、君待ってよ。2個以下である場合、審判カウンターを置いて審判3個以上ある限り、これは防衛を持たないかのように攻撃でき、後から攻撃できるんで、亡霊で7マナで、審判カウンター1個置く。3個以上あるなら、エンチャントスケープレイヤーゲームに敗北する。敗北マジか。ちょっとカード強すぎません。これ無理そう。無理そうなんで無理ゲーです。はい。どうした？すごい。レアカード連打された。恐ろしい。対戦よろしく。カードは強い。カードは強いが、プレイできるか、また別の話。はい、まあ、2、3から飛んで5、7。だいぶ飛ぶね。1、2。よっこいせ。結果、不条なる司祭の上に、プラス1か、5マナ払うと、プラ1が1個乗る。1、2、首飾り。首飾りつけれない。1日ない。ロックします。
さらにアクションなし。これで42になる。42になるわしのクリーチャー。何待ちやねん。はい。はい。エンスン。42トランポー。装備するとパワープラス1と警戒。パワープラス1と警戒で、つけてるやつが人間だったら死んだ時にスピリッツ2。はい。はい。2マナ飛ぶ。なんかある。除去よけ太郎。腕っぷり。腕っぷり。まあいいか。どうしよっかな。どうしよっかな。だよね、これ。にあるか。アーティファクト破壊します。アーティファ、お。いいか。これ5マナのターンに出してもいいかな。これは、ちょっと美味しいんじゃないの？アーティファクトぶっ壊し丸。アーティファクトぶっ壊しゾーンで4、2、はい。ほい。まあ、相打ちなら全然。言うて2マナだし。言うて2マナと1の交換なら。ね、そんなに。はい。ダブ。ダブ、はい。はい。で、まあ、トークンも。バイバイ。このバッテリー結構、めんどくさかったね、使われたら。さあ、早めに使わせて、正解ということで、21訓練。よいりゅう。21訓練、めんどくさい。めんどくさそうではある。まだ大丈夫か。トラッカーから行こう。ゴー。タイタン、謎の単語、タイタン。あるクリーチャーが他のクリーチャーと格闘を行う場合、それはそれぞれ自身のパワーに等しい点数の、はい、なんかついた。4-3からの、さらに5-4、ワオ。5-4、ワオ。お、赤が1個しかない。とりあえず殴る、はい。まあ、通す。あと8。5。お、2色目。まあ、こっちはこっちで、あと1回殴ったらワンチャン、はい。4-1。どうぞ。さらに。あ、どうぞ。6点、どうぞ。よいしょ。アタック。本体火力、やはり強い。顔に当たる火力。両次か、対戦。ありがとうございました。よっこらせ。おい。おい。なんだ。神話レア。おう。カイロックスのデインカッポキ。344。証拠収集6で、まあ、登場2の回にクリーチャーになって、攻撃されてみ。これにより追放されているカードの中からインスタントや操作リアル呪文1つを唱えてもよい。墓地に置かれるな、代わりにオーナーのライブラリーの一番下に置く。もうまあ、スペル追放して乗って、それをタダで唱えられる。まあまあ、面白そうではある。はい、全然クニちゃんが入ってないデッキでも使える機体。そんな感じだった。もみ消し T シャツ、こんなんある。愛戦よろしく、よろしくはいいが、よろしくできるか、これ。よろしくできるか、これ。相手が先手、初動3ターン、だいぶやばい。だいぶやばい、毎回ね。はい。この方が全然いい。この方が全然よすで、どうすかな。重いとこだよな。普通に考えたら重いとこどっちか。掘り起こしも打っちゃうのか、これ。打っちゃう。まあ、素直に重い方でいきます。で、今。どうしようかな。掘り起こし。まあ、次の一旦待つか。ここで、大したもん出てこないんなら、はい、13。これだと結構、お、
これだったら一回我慢。いやでも赤赤欲しくなる。どっかで赤赤欲しくなるかな。欲しくなりそうだ。さすがに鉄条で撃ってる暇なさそうなんで。あの、これなんだっけ、調査を行うたび追加で一回調査。なかなか強い強い強い、はい、さらに特にない。よいしょ、三三です。どうですか、どうですか。まあ打ち消されるな、打ち消されるで全然構わへん。はい、どうぞ。どうぞ。でです、4マナ払い、4マナ払いでさらにゾンちゃんも出る。もう殴ってくる。もう2点火力で使ってしまう。おい、はいはい、どうすか、うん、どうすか。張った単勝よ。森につけた方が良かったこれな。ネナラース、ネナラース、はい、いいか、単語で、はい、はい、だったら一体は焼いていい、はい、なんかある。はい、巻き込み全然いいっす。全然いいっす。アムラ。お、そっかな、重い方から行きたい。重い方から行ってもいい。重い方から行くと、どうしよっかな。1、2、3、4、5。まあ、素直にでかい方から行くか。はい。6。これ3点今。3点。なんだ。はい。みんな、プライチ。で、墓地から呪文を唱えるコストが1少なくなる。はい、バイバイ。とりあえず殴る。とりあえず殴る。はい。ランツちょっと残念。3対3対7なんだ。まあ打点分かってる、打点分かってそうではある。はい、ね、これ8点死ぬ。これわし死ぬ。クリーチャー1体と、それでないクリーチャー最大1体と、それでないクリーチャー単純1社プラス2プラス1、うーん、あと2点こっちを裁かないとやばい。フルリッチャー出してもしょうがない。パープラス4。4だと9。9出すとちょっと足りない。ちょっと足りないんで。よくらせ。さっさと焼いてればあと一発分余裕あった。ダメだ、惜しかった。さっきに我慢した結果2点、2点分損した感じになったな。さっさと焼いてもよかった。あそこ、いや変わんないか。一回焼いたっていうか、結局カウンターが飛んできてたからそんなに変わんないのか。やっぱ序盤、序盤なんかクリーチャー出してればそれでこっちも殴ってたからって話になる。これはタップインから、タップインです。ほい、赤1マナ、隊長、隊長、ほい、隊長自らが小村の隊長。まあ普通に2マナ22、標準的に2マナ22。はい、相手も赤緑。ミラーマッチ。ミラーマッチョ。1、2。2、2、とりあえず殴る。
とりあえず殴ります。一人舞台なんで特に何も起こらず、どうしようかな。これは軽い方からいく、軽い方か重い方か、素直に重い方からいく手もある。俺だったら次起きながらっていう手もあるし、重い方からいこう。どっちも3点だから、どっちも3点なんでそんな変わんないっしょ。この人防衛だね。まあマナクリが結構残すと厄介なんで焼いといていい。なんだ、12殴ってくる。まあブロックに使わないんなら殴ってくるっしょ。ブロックには使わない、とりあえず殴る、とりあえず殴る。はい、やったら重たい方からいっぱい。ロック。そう、これで2回起動できるからパワー5までいく。パワー5ならまだキャッチできるからいい。はい、心情の航路、装備品、装備してるとプラス11警戒、はい、23警戒で、人間である限り追加でパワープラス1、プラス1、どうしようかな。33でパンチ、33でおパンチ、33違う、この人ダメだ、33ならへん。よっこらせ、あ、よっこらせ、ちょっともう引いちゃいたい。ランドツマリンっていうやつだから。いいか。期間は。行こう。まあ一応2体でブロックすれば、どっちかは2回で6、3だから2体でブロックすれば1個1にはなる。これ結構いい。プラス1、1と警戒。若干重いのだけ。あんまり軽くないのだけ気になるが。内容は悪くね。さあ、相手も4マナ。どうかな ?4 マナだよね。4マナだね。4マナだか。どうなるか。悩んでるね。来るね。まあ、これは別にどっちも失っても惜しくないんで。ここと1個1なら別に全然いい。それで起動してこなくても。そんなに損じゃない。はい。あ、でかくなった。でかくなった。ちょっとお得。これだとなんかある。バットの理的なサムシング。はい、これパワープラ22、それだと足り、あ、これだとまあ一応死なない的なサムシングになる。プラス2修正、これだとあんまり美味しくない。相手も、相手がただ1枚損しただけで終わる。それかもう1枚なんかある。まだなんかありそうではある。なんだ、月夜の鍵。はい。格闘。まあ、2枚。2枚使ったんだね。2枚使っ、相手のカード3枚に対して、こっちはクリーチャー1体なんで、お得ですね。断然。あ、4対2。でもこれでも4対2だから。全然。全然お得でござる。はい。こいつはでかくしたい。ちょっとでかくしたいという欲があるから。でかぶつからいく。あなたがコントロールしていないクリーチャー1体を対象とする。狼は狼男であり、あなたがコントロールしているかクリーチャーはそれ自身、対象に自身のパン、すごいな。みんなダメージ飛んで、飛ばしてくる。とんでもねえカードだ。これコモンなんだ、しかも。すごい。インスタントでコモン。はい、54。変身、向こうも変身が。向こうはあれか、昼夜じゃないパティンか。こっちは昼夜。昼夜。はい。45、どうしようかな。あれ、人間だから、つくと、7、結構でかくなるな。どうしようかな。相打ちでもいい。相打ちでもいい。感じする。相打ちなら相打ちでって感じする。こいつ残っちゃうと結局、お、これはラッキー。まあ、相手からしたらブロックしづらい。6号だぜ。狼はとこはな、こういうでっかいのが普通に出てくるから、
これか、裏これつくと、あ、狼を、人間の状態でつくと7号になる。7号になって、で、変身しちゃうと、人間じゃなくなるから、7、6になる。なかなか難しいね。変身前と後で、ちょっと性能が変わる。なんかある。装備してきた。7号。警戒だからな。まあ、ブロックしてもいい。素直に2体ブロック。素直に2体ブロックでお願いします。残るよりはマシ。場に残られるよりはいなくなってくれた方がいい。どう？さっき3枚も吐いたから、さすがにスペルないでしょ、そんなに。そんなにないでしょ。どう？はい、なーい。変寸しちゃったね。66警戒。66パンチだぜ。66だぜ。アタックだぜ。これ速攻ないよね。ない。バニラだ。4マナ65。さらに66追加だぜ。サイズでかすぎるぜ。でかすぎ笑った。自分のターンに2アクションだから、まあ次変身解かれる可能性も十分あるが。それはそれで。酒場の圧巻。彼女。圧巻と、圧巻なのに女の子。どっちやねんってなっちゃう。彼女は全ての挑戦者を、骨の折れる不快な音と共に打ち負かした。すごいパワータイプ。腕の太さがもう全然違う。よくこれ挑もうと思ったね。こんだけ体格違って。酒場破ってんね。ムキムキ、さらにムキムキになって、ね、相手が止まってしまった。止まっちまったぜ、はい、対戦相手。相手が止まっちゃったんだぜ。どない。相手ロスコネ、これロス&コネか、アリーナ固まったか。クラッシュしてしまったか。アリーナクラッシュなの。結構アリーナくん紛らしいタイミングでクラッシュするよね。こういう、なんかロスコネか、切断かクラッシュか判断つかない固まり方するからね、このゲーム。恐ろしい。はい。アンシュリオス。好きな色のマナに点を加える。森。キャントリップ付き。キャントリップ付きマナ加速。いい感じ。4ターン目に使うと、起きながらスムーズに手がかりにマナ突っ込めて、無駄がない。固まっちゃったぜ、対戦相手。ティボルト山。これは結構こだわりがありそうな人っすね。マナキバーンが。好きな日本土地を使ってそうな感じがある。デビル山だぜ。すごいぜ。よいしょ。すごい山だね。ファンガス森にデビル山。他の基本土地はどんな使ってるんだろう。はい。相手帰ってこず体ありでした。狼男、でかすぎる。よいしょ。なんかもらえる。何がもらえる？デコレーションアイテム。倍増の季節。お、今度再録されると噂の倍増の季節。かわいい感じのイラストで。獣道。すごい名前のイラストレーターさん。
対戦よろしく。2、4、まあ動きは悪くなさそう。3回1で1ターン目からアクションが。スレビエン検査官、これ平地、地球に山に見え、透明だと山に見えなくはない。内陸の聞こえ、はい、青白人間、青白人間、おい、アクションなし。まあ、これだったら手がかりさえ来るだけだから無駄がない。ゴー、1枚ドゥルー、はい、3マナでにタフネス2、お、いい感じにタフネス2。これだったらでもそんなにんだ。2マナ払ってこの人墓地から追放するとスピリットトゥークンになる。はい。拒否。5です。4、2です。これだったら別にこうでもいい。こうでもいいよりでは。どうしよっかな。打つか打たぬか。何？この人は一回いなくなっちゃうとあれになる？エンチャントしてるクリーチャー、プラニーニ。プラニーニはダメだな。当たらなくなっちゃう。はい。殴ってくるぞ、くん。3-2なら、わしの方が早いぜ。わしの方が早いぜ。4点だからね。66なんだぜ。66ではなかったぜ。これとはそうか、変身条件が違う。ややこしい。ややこしい。じゃあ。まあいいね。25なら硬いから。はい。なんだ。なんだって。変身できない。変身できない。わお。わお。ちょっと待って。とりあえず4点。4点いいっすか、自分。いいっすね。4、5いいっすか、自分。これはなんだって。攻撃もブロックできず、変身できない。これでないパーマネント一つを減差下げる。クリーチャー1体を対象とする。それにつける毎ターン。クリーチャーを1体サクると、移し替えられる。6、5、なんかすごいのできちゃった。ほい、ほい、ほい。あ、ほい。6、5、2、1になると、ちょっとあれ。それでも、これ2体いたら、2体、つっかな。基本的に殴って欲しくないんだよ。殴って欲しくない。これだと1枚除去で素通しになっちゃうから、一応出した方がマシという話ではある。痛くしない。痛くなっちゃうわ。ここ除去されると結局変わんないから、まあいいよ。良くない。あんま良くない。これ緑だ。青白じゃなかった。白緑だった。白緑だったと話していう話。66、向こう87。五宝さん、はい、アタックします、ね、おデーモン追加です。これもう一回コピー作っちゃうと、もうコピーの方が残ってどうしよう。はい、これだと一体飛ばしても結局コピーが残るんで、どうにもなってない。これ何、周回で二段攻撃丸なんだが、16点、トランプルない。トランプルないなら砂をブロックです。はい。あ、消えた。とりあえず、4、5。おい。醤油。おい、おい。ブロックするんだ。はい。対戦ありがとうございました。デーモンだけ強かった。デーモンだけ異様に強くて勝ち。はい、おい、対戦よろしく。よろしくできるが、このハンド。微妙なラインだ。先手でしょ？先手だとちょっと攻めたハンドがいいな。ということで、マリガンで。
あ、この方がいい。全然いい。全然良くて、問題は何を戻すか。素直に思いとこ。素直に思いとこって話してば。素直に思い、いや、どうかな。まあいいや、素直に思い人で。結構重いカード入ってるし。まあ重いカードは重きりゃ何でもいいみたいなとこが。あ、1、2。1位に。はい。隊長。隊長。墓地から手札に戻す。3マナ払うと墓地から手札に回収できる。はい。1、3。で、外表を得ていた場合、1トークンを1つ生成して、2つサクルトを変身して、ライフを得ていた場合、1トークン生成。これは変わんないね。5マナ払うと2点ドレイン。2点ドレインする。よいしょ。はい。うんご。アタックしない。しない。ゾンビと、スケルトーン。この人、このゾンビは、墓地にあるクリーチャーカード1枚につき、プラス1の修正。結構めんどくさい。格闘だぜ。ゾンビと格闘。はい。おら！ゴー。アタックします。3マナ11。はい。開いた？ 4 枚目の土地を置いた。なんだ、石の宣告、どうぞ。はい。ランド、ナイスランド。うん、ドロップ。アタックしない、先に、はい。対戦、ありがとうございました。トラッカー、強すぎるぜ。なんかもらった。えい。糸芝居のトゥトゥ。はい。対戦よろしく。どうこれ。もっさりハンド、もっさりしてるが、まあ強そう。見た目は強そうなんで、ちょっとやりたい。はい。一旦目からクリーチャー。はい。まあ一応これ、こっから入って、4マナ4マナとあって、はい。先手だからギリギリ許されてる感のあるハンド。二旦目のアクションは悩んでる。悩む要素。悩む要素という、11、まあ軽い方か。なんか多分2マナのクリーチャーと悩んだ感じかな。ライフゲインで来た。ゾンビか。お、3色。3色。カードを2枚引きに行ってんのライフを失う。どうしようかな。チトークンだとあんまり壊してもって感じはある。チトークン壊してもそんなにって感じする。これアタックして、先にアタックな、先にアタックして、ダブグロしてくんなら、はい、しない。そりゃそうだ。26、場を固める。チトークン壊してもいいけど、できれば、なんか、ゾンビ一体倒したい。タイタン。格闘がタイタンになる不具合。相手は3色。何これ。あ、なんかやばい置物。13個だったら7点。はい。とりあえず殴る。いや、これは置いてから殴ればそんなに問題ないか。とりあえず置く。とりあえず置きます。置きました。これなんだっけ？何が 13?13 個のパーマネント。今何個？ 9 個。おい。こちら立てとく。殴ってもいい。打点は全然勝ってるから、殴ってもいい。はい。これぶっ壊しとく、一応。他にやることないんならぶっ壊すか。はい。5マナ。デュレース。わお。わしの勝利竜が飛んでった。はい。みんな好きだ。まあ。リミテッドならスペル全然入ってないってことはほぼないからね。結構入れ毒ではある。
状況は普通に考えたらダメるからね。はい、この人は訓練組んで、死んだ時にフィーチャーするのに、この人のカウンターを全部他のに移する。はい、どうすっかな。4-3だから、とりあえずサクッと、土地伸ばしたいよ。普通に考えたらデーモン出したら勝ちだから、土地伸ばしたいよ、私。土地引いたよ。だったらみんなパンチ行ってもいい。みんなパンチ。これで1、2、1、2、3、4。これもう死んでもいいっちゃ死んでもいい。先に出しておきたい。で、1、2、3、4体しかいないから、一応ここに全部来てもそんなに困んない。ギリギリ落とせるぐらいの感じで。はい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 。これだったら場が綺麗になるから全然はい。で、これも遠のくからね。あ、なんかの、失敗した。適当にやりすぎた。まあ、黒マナ1個しかないから、すぐに出てこないから、よし。はい。はい。回収するとそれで終わりになっちゃうけど大丈夫。はい。掘り起こす沼が一応ある。沼が一応ある。だったら沼持ってくるか。沼。出しといた方が強そうでは。ちらし寿司。はい。これ何 ?666 なら大体支配。これ変身、今もう変身させた方がよかった。まあいい。はいはいはい。いや、こっちに殴ってこないぜ。おい、愛鳥かく。適当に殴ってよさそう。よいしょ、変身。はい、これだとみんな殴れる。はい、警戒。回復。これ一回、いや、はい、はい。全体除去はまあないっしょ、ないという希望的観測に基づいて。はい。どれが一番いらない？2かな？ 66 飛行2体だぜ。全体除去があったー。2体でいいんか。その数に等しい数のクリーチャーを減させ、2体でいいんか。2体でいいんならこうやって。間違えとるやん。出さない方がよかった、ね。全体除去があったか、相手。よいしょ。場で圧倒的に勝ってるから、出さんでもよかった。相手が来た。対戦よろしく、デーモン君。吸い付くね。重いな。手が重いな。これだとちょっと重たいすぎるんだよ。これも微妙なラインだな。微妙な。でも、あんまり5枚でやりたくない。で、緑の方から。ウルリッちゃんが一番微妙。これだと。ウルリッちゃんを一回やめる。外交をみんな使うね、あのカード。もう一応タップインからでいい。タップイン、はい。まあ、あえて見せるでもない。
1点どうぞ。1点ぐらいどうぞ。お、森。まだ見せずに行くか。フィギュア置いていい。フィギュア置いていい。はい。死んだ時に微妙なカード来るな。除去を打つか打たなか微妙なラインのカード。続くな。さあ、もらう。隊長、隊長ちょうどよかったね。出すもんなかったところに。お隊長。これだったら別に普通にブロックない。カード1枚使って1枚引かれちゃうとあんま惜しくないけど、普通にブロックして打ち取れるんなら、それでいい。ない。反射。いいんすか？暗転火力。そこに打っちゃって。はい。血マナのなんかある。はい。田村。んー、どうもかくん。26。硬いぜ。硬いぜ、こいつは。26だぜ。本杯の財官者。フンヌの脱獄者。うん。狼男の筋肉があれば、脱獄なんて余裕。そんな感じ。あんたの護衛が襲ってきたんだ。あ、総合の 目に合わせてやったよ。襲われ、正当防衛、正当防衛って話。はい、ダスクモーンランズ、ダスクモーンランズ。なんだ。むさぼりくい、むさぼられた。総合の目に合わせて、合わせてやれよ。なんでおとなしくやられとんねん。どうしよっかな、これ。2点。2点なら1回ゴール。すごい。手が全部重い。こんなことある。重い奴ら全員集合。重てえ奴ら全員集合したんだが。はい。何それ？サンサーン。サンサーンだね。どうしよっかな。この1点変わる。13になって、4点クロック。若干変わる。若干変わるという話ではある。ごめん。一発打つか。これ一発打っとくと、次が3点になるから、ここに当てれるようになる。これ何待ち？待つ要素あんまなぜ。赤1マナ、さっき赤1マナ、いや黒で1マナ、いやなんかある。バットのリーって話。バットのリーなら、まあ、逆に打ってくれてありがとうまである。はい。フラニーチ。まあいい、これ結構めんどくさいから4号が一番いい。4号が一番いい。こっちの方がいい。3、4で止まってて11出るのそんなに美味しい。そんなに美味しくない。どうしようかな。11別にそんなに美味しくないんだよな。となるな、こっち。4号警戒。あれない、除去。53。53。頼む、6マナ目来てくれ。6マナ目が来たらもう怖いもんなし。お、怖いもんなし。怖いもんなし、ナイス。ゴー。アタックしない。これ一方で。ブロックするかされた状態になるたびにそれに3点だから一方で、はい、合体カード、ネズミくんと合体する。ネズミの方が合体能力持ちだから、はい、ガツンガツン。これは6個1も変身しちゃうんだよな。置いとくと、よっこらせ。とりあえず睨み合いの姿勢でデーモン引くまで耐えるんじゃーい。ライフまだ 10点あればなんとかなる。はい。なんだ。あれだとこっちも、向こうも変身するし、こっちも変身する。そういう形になる。はい。お互い、おデーモン、おデーモン来ましたわ。7マナありますわ。5ですわ。虫くんさくりますわ。これも2体。あり、トークン2体で、はい、パークで、血を裂くると、フラニーニ、はい。おデーモンですわ。はい、1マナ3点。1マナ3点だって。おい。おい。おチャンプ、はい、どうぞ。で、1枚ドロー。出し毒か。出し毒なんで出します。はい、あ、終了。あ、食います。虫がデーモンに。デーモンくん、
虫で満足していいんか君は。じゃあ3マナ以下のクリーチャーを回収できる。夜更けの死体野菜。虫で呼ばれる悪魔。たまったもんじゃない。昆虫一匹。宴、悪魔の宴。どうぞ。これなんだっけ。あ、これがアタックするときにこいつで桜ないからなのか。血を桜るとプランに。はい。採点壊し、どうぞ。全体1点。デーモン、宴だ。宴デーモンだ。闇の6日間には、泉や水よりも血の割合が多くなっていた。はい。はい。よいしょ。威迫くん、ちょっと待って。威迫くんはね、じゃあスルーで。威迫くんしかいない。威迫くんばっかりじゃねえか、お前んち。よいしょ。よいしょ。はい。3点。あと1。はい、対戦ありがとうございました。デーモン、やはりデーモン、このデーモンだけは別格の強さ、はい、やはり。よいしょ。よくらせ、よい、なんだ、玄関だぜ、寒いぜ。対戦よろしく。いけるこれ。3、まあ、3ターン目こっちか。いや、ブロックできないけど、トラッカーは絶対手がかり1個は出したいって考えると、ちょっと待ってってなっちゃう。まあ、後手だったとしても、これ 2マナのクリーチャーに、何？どういうこっちゃねー。よっぽど手札が良くなかったようっすね。はい。はい。一応今の勝ちに入れとく。あんまり何もやっとらん。はい、対戦よろしく。いいね。2-3って序盤の動きだけはある。キープで。タップインから砂をタップイン。行くぜ。はい、タップイン。お、デーモン。よし。タップインですわ。デーモンさえ出ればなんとかなる。お、デーモン。相手は白黒で、はい、何？畳むの早ない、どいつもこいつも。畳むのが早いんじゃ。なんだ、えい。おかわり、これなんだっけ？協約すると2体回収できるみたいな。2枚、最大2枚、2枚とも協約しなくても最大2枚とも戻せて、協約されていたなら4マナ以下のカードを、直接場に出せる。おかわり。3マナで2体回収なら、まあ悪くない。ほい。対戦よろしく。どうこれ。まあやっていいか。除去、マナ加速。そういう感じで。お話します。流電攻撃。燃料切れない。霊力駆動。なんか霊を捉えて、あれがあれして、あれする感じ。3ターン目に、4ターン目に出せるか。次のターン、これを置いて、その次にこれ、そういう動きをできたらいい。青白。なんだ。動いてこなぞうくん。カウンターされぞうくん。カウンターされると泣いちゃうぜ、私。どないでっか。相手気づいてる。君に優先権が。ああ、気づいた。よかった。はい。
3マナで。お互い初動3ターン。ゆっくりとした立ち上がり。はい。これ何？ 2 マナ払うと。あ、タップイン。こんな時に限って。これは？ 2 マナ払うと自分のスピリットをハンドに戻せる。なんかシャレた効果で。よいしょ。まあ、これだったらもう出しちゃう。我慢しないぜ。4マナ4、3で使っていくぜ。なんか変わった効果だね。2マナで。2マナで回収。まあ、戦場に出た時の能力を何回も使える。はい。オリング。オリングされた。マナ僧侶。ああ、マナ僧侶3以下しか飛ばせないんだ、そのカード。残念だったな。マナ僧侶が3以下であるクリーチャー一体を対象とする。それを追放する。同じ名前を持つ吸血鬼呪文唱えられたら2点回復。なかなか狭いね。吸血鬼オンリー。3マナ以下しか弾けない。4マナです。残念だった。4マナです。はい。とりあえず殴る。とりあえず殴ってみたい。とりあえず殴ってみたいという。これ自分戻せる。自分戻せるね。すごい。2マナで自分自身を回収できる。はい。攻撃クリーチャー。攻撃クリーチャー一体を池にアドゾン。グッドイス。1個1。まあ実質2個1みたいな感じなんで、ね、あんま気にしてない。はい。アリさん号。アリさん号して短縮よ。5マナ。なんかある。めっちゃなんかあるやん。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ除去ありますやん。はい。さらに。中野くん、中野くんか。結構めんどくさいの来たな。はい、どうぞ。はい。これはまあ除去2枚切ってもいいぐらいだね。ちょっと待って、このオーラの方はどうだ。操作入りとしての、どうしようか、中野、あ、待ってよ、今じゃない。今やっても、1枚しか打てないから、フラッカー。フラッカー。これ、とりあえず殴ってみる。えい。キャッチ、これは一番美味しいパターンだ。これだと、こいつを落としてから、中野くんにも3点入ってや、結構美味しいパティになったね。ゴー。まあ、同じカード2枚あるのはなかなか読めないから。アディルだ。パンパン。フルリッチャン、フルリッチャン出すか。はい。フルリッチャン出せ。これだったらもうトラッカー別にいらないって話になる。あいついなくなるなら全然いい。あいつと相打ちなら欲しくない。はい。相打ちはしない。フルリッティが変身すると格闘できる。これ相手がアクションないなら、はい。ブロックには使わない。これなんだっけ？プロテクション吸血鬼。プロテクション吸血鬼で飛行ハンコンで、エンチャとクリーチャーの数だけ大きくなる。はい。変身。変身して。相手何も唱えないと。まあ、唱えられない。シンプル唱えられないという可能性もある。これ変身すると、これしかいないから絶対格闘。まあ、クリーチャーだったら先に出した方が打点増えてるはずなんで。クリーチャーではない。はい。なんか一生ビクンビクン、一生ビクンビクンしてる。とりあえず殴る。とりあえず殴る。一生ビクンビクンしてるがこいつ、バグか。はい。対戦ありがとうございました。よっこらせ。よいせ。おい。よいしょ。まあ、そんな感じで今日はこの辺にしようかな。悪魔が強かったね。まあ、無理してタッチ。結構タッチできてよかったね。こうマナか、マナサポートのオーラが2枚あって、すんなりタッチできたのはよかったね。土地もあって、マナサポが充実してる。で、狼男、竜電砲撃。除去も恵まれてて、狼男。やっぱりシールドだとサイズが頼りだからね。狼男が揃ってて、まあまあいいプールだったね。はい。ウルリッチ。角運び屋。まあやっぱデーモンだ、ね。デーモンがこいつが別格の強さだ、ね、でしたね。まあそんな感じで今日はこの辺で終わりにしましょう。ここまでご視聴
ありがとうございました。バイバーイ。